オープン、金子、1974年5月6日台は、東京都三鷹市出身の日本の実演販売士である、コパコーポレーションに所属する。大学3年時、周囲が就職活動を活発化させる中、お笑いを志す。大ファンであった、タモリの自宅を1日がかりで探し当て、その3ヶ月後に、弟子入りを許される。本人は大学を辞めるつもりであったが、 タモリに、これからのお笑いは、教養が命だ。大学を辞めることにプラスはない。と言われ、付き人をやりながら、大学を卒業した。卒業後、正式な運転手兼付き人として、お笑いの修行に励んでいたが、極度の怖がりであり、楽屋などでタモリを含めたスタッフに、いつもいじられていた。それが、スタッフの中で話題になり、放送終了後のお楽しみに、 たびたび登場するようになる。それを見た、関根トムが、自身のラジオ作家で、同じぐらい、怖がりの有川修一と怖がり対決をさせようと、企画し、タモリクラブで実現。その後、芸能人の怖い話を聞かせるという有川、金子コンビ企画が、シリーズ化する。関根トム小坂井和樹の小咲きでは青。にも有川、金子対決で何度も出演している。 その後、付き人修行を5年で、卒業、怖い話を話しながら、自分で怖がるという元なのかネタなのかわからない、芸風でデビューするも、特に注目されることはなく、タモリの勧めで、海外武者修行に出発する。東南アジアからチベットを抜けて、インドに到達した時に、女性の勝負パンツの面白さに気づき、コレクションを開始、その後十数カ国にわたって集め続け、無事帰国。 帰国後、タモリクラブに企画を持ち込み、採用される。その後、世界勝負パンツ評論家として、世界の勝負パンツを紹介しながら世界情勢を語るというネタで再デビューするも、これまた泣かず飛ばず、2年間の活動の後、足を洗い再び海外へ。旅の途中に出会ったスキューバダイビングのインストラクターとして、タイのタオ島のダイビングショップで働き始める。 魚を絡めたネタ作りとしゃべくりの達者さで、たちまち人気を獲得。スキューバダイビング業界では、世界各国に、長と驚くほどであった。再び日本の表舞台に立ちたいという思いから、3年後帰国。株式会社コパコーポレーションの実演販売し、育成セミナーに参加し、ハイテンポなしゃべくりと、豊富な知識を生かした実演が一躍脚光を浴びる。 活動後3ヶ月で新人ながら iPad の売り上げ店舗最高記録を次々と更新4ヶ月目にはテレビの特番に起用され海外経験を活かしたベトナム語実演販売を現地で行い3時間でソールドアウトさらにはエアコンの実演版売りで1日900万円ノートパソコンの実演販売で2日で800万円と店舗最高記録を 次々と受立する。ついに、芸人としては届かなかった。笑っていいとも。に、実演販売士として、出演、念願のタモリとの共演を果たす。その後の人生を、本人は、おまけと語っている。さらに、1年未満という新人最速のスピードで24時間テレビショッピングの、ジュピターショップチャンネルの MC に抜擢。さらにその3ヶ月後には、 これまた新人最速のスピードで3時間の売り上げ1億2000万の大台を達成する。ありがとうございます。